いやもう本当に空いてる台を探すっていうそういう感じですね今日は。バレブレイブっていう名前なんですけど。おはようございます、お願いします。あー取られてますね。あーラス1からくり、これは完全に座らされたわ。まあなんとかなるでしょう。なんとかしましょう。おはようございます。いただきチャンネルガイモンでございます。ということでね、本日は福岡県にございます、久留米市のスロセンのお店にお邪魔させていただいております。前回来た時はね、にゃんこ大戦争、奇跡的な引きで、6000枚ほどいただきまして、いつも通り、スマスロとかも出てる感じで、めちゃめちゃ強いお店でございますんで、今日も、できればブーブーブー。実は今週増大したらしいんですよ。ブーブーブー。に、41台あるのかな?めちゃめちゃ多いですよね。で、いけるかなと思ったんですけど、私の抽選番号191万ということでとんでもなくやられまして、からくりサーカスまで見に行ったところ、もうラス1の状態でございまして、もう選ぶ間もなくとりあえず行っとけということでからくりサーカスを選ばせていただきました。やれてはいるんですよ結構からくりサーカス、多分一般的にもうめちゃめちゃやられる台なんで相当やれてる部類だとは思うんですけど、できらないっていう感じなんですよねからくりサーカス。なんで今日こそぶっ壊してね、やっぱり運命の一撃をループさせてループさせてループさせてコンプリートまで目指すっていう台なのにもかかわらず、やっぱりそこまで至れてないっていうところがありまして、運命の一撃のねやっぱり通せなさっていうのが私のセンスのなさかもしれません。高設定ほど運命の一撃がどうやら通りやすいんじゃないかみたいな話も聞いたりするんで、設定にも期待しつつやっていこうかなというふうに思います。ということで本日の一日よろしくお願いします。さあということで、からくりサーカスになりました、よろしくお願いいたします。最近打つ機会がちょいちょいあって、やっぱり AT めちゃめちゃ楽しいんでいい台だとは思うんですけど、まあ、やっぱいかんせんね荒すぎてちょっと第2候補第3候補になりがちの台ですよねからくりサーカス。あとねもうほんとね通常時がねあまりにも長いから、 CZ 天井が1200、AT 化天井が2500ということで、まあ本当に何も勝たなければたまに CZ 当たって2500ゲームかかるんだよ。で CZ もうまくいかないとね4スルーまでかかっちゃうんで、まあさすがに2500ゲームいくことはないんですけど、まあ相当深くまで連れてかれるんで、朝一のカラクレサーカスの理由はモード C が選ばれやすいっていう優しい設計になってますんでね、いやぜひねその優しい設計をね体感したいですね。俺多分初打ちの時以来じゃないかな、初打ちの時になんか戻しっぽく当たった気がするけど、朝一天国もまあたまにあるんでね、一応それは期待して。今日チェリーに何かを感じます。これ多分からくり連薬の下でこの文字の色でそのからくり連薬があとどれくらいでたまるかっていう示唆になっているらしいんですけど、まあ、基本的にそのすげえ細かく分かれててリプレイとかスイカとかあとはチャンス目とかで、チェリーは弱チェと強チェに分かれてるんですよ。なんで強チェはあと何回引いたらみたいな感じになるはずなんで、ということで2枚目いきたいと思います。ああなるほど、今レイアクタク演出だったんでマリオネットありますね。おお強い、一番上、あー、ドット俺最弱。お、でもな、勝手に貼った。でかっ。あ、今900だったじゃん。これめちゃめちゃうまいわ。1400まで行くと AT 確定なのよ。で、今まあ1200を超えたところなんで、あと残り2つで200取れるかな200取れるかな。いやもうだって勝手に入ったもん途中で、さっき白金の。いやだよね、350、1285なんで天井まで行きました。あと120必要って結構きつくない？1400いけるやつおる。ただこれで1200以上での当選になるので、次回が300以内で当たるっていうお得な状況にはなりました。絶対足りないんで入れます。3枚目。さあとはいえモード C だったらもうこれで当たるはずなんで、CZ が出てくればモード A、AT が出てくればモード C、分かりやすいです。24とかまで行ってくれればね、もう AT なんだけど、あ、これですね、これがまさにその疑似連。これで行くとこまで行けば AT。
ああ早い。ってことはシルエットだな。モードエースね。ほい。627ゲーム、1200のゾーンだと思いますが、21000円です。さあすでにここで公約を引いてる。公約を引け。こっからだ。惜しい。リプレイだね。おーつ。この赤いパターン俺初めて見たレベル。絶対にやつがレア引いたんじゃね。ほら。はい。V フラ。これどうなっちゃうの？なんかすげえ豪華だけど、いつもより。これいつもより豪華だけど。かっこよ。ボタンだもん。これ多分2個目のレア役だから、劇場チャッチの抽選してくれてるんじゃないか。あの最終ゲームはレア役引くと弱レア役でも 40% ぐらい劇場チャッチもらえて、で強レア役だと 100% 劇場チャッチがもらえるっていうのがあるんですけど、よしとりあえず一発目 AT 刺しましたわ。うまっ。さあ毎度おなじみ AT カラクリサーカス、あーやっぱ持ってましたね。今のは2回目のレア役で取ってるから即前兆出てきて、で劇場ジャッジが発動すると。でここから劇場ジャッジ、これ取れたらでかいな。マジでレア役引いときたいね。リプレイ以上。よし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 、これはまずでかい。しかもレア役だ。うわー。さあこれで運命の一撃に一つ近づくとともに3枚数が100枚以上の上乗せになりますので300も願いましょう。ちなみに 85% 100枚です。お願い。まあまあまあそうだよね。 OKOKOK。一応ね、その50ゲーム限りで劇場ジャッジが来るんですけど、体感では 20% ぐらいしか来ない気がするんだよね。できれば霊役で劇場ジャッジ取りたいんだけど、終わっちゃう。お、あーラストチャンス、残り8枚、これ外したらもう終わり。ナイス。ちょっとだけ延命した。終わった。まあ一応セットストックがあるんで1から5ワンチャン。これでああこれとなんだっけ、奇数下だった、偶数下だったかな、偶数下の高設定下ですね。まだまだない。まあ赤いチャンス、4ゲーム中にレア役を引ければ復活、5ゲーム中。あ、いやこれチャンスよ、チャンス目。あー、いや待って待って待って、切ってるわ。ただの外れだ。いやただの外れ 1% とかだよ。うまっ。うまっ。いやこういうの生かしてえな、マジで。せっかくねめったにないことが起こってるわけだから。劇場直予約引け、予約引け、後期出るから出ない。お願い。よし、でかーでかー、リーチ。300、いやー生かしてんね、生かしてんね。さっきの引き戻しを。ディアマンは 95%。押してる、あ、押した押した押した。さあ大事な大事な大事な劇場たちがやってまいりました。いけないか、この回。あ、あ、はまった。
やり直し。ああ惜しい。ああ怖い。お願いします。うっ、いやーこれ中段リップだったらできてたのよ。あやっちまった。いやーマジでもったいない、マジでもったいない。せっかくリーチしてから2回も裏乗せ。おでかでか、いや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 。3度目の正直流れていく。あっ、いや待って、これはリプレイないな。ないわ。くぅ、3連ミスか。842枚、もう一回幕開チャンスで戻しましょう。終わった。え、なんでこれボタン出た、初めてなんだけど。これ絶対復活するよね。え、また1パー、また1パーな、やらせこれ。やらせできれこれ。いやできれじゃないとおかしくないこれ。いやいい、ありがたい、ありがめちゃめちゃありがたいんですけど、そんなことある。復活しました。力力いやそんなことある。俺にどうしても運命の一撃をやらせてくれそうな気配だよね。お前3連でミスってるわけだから、もう次劇場ジャッジ取ったら行くだろさすがに。2回通して3回外してんだから、もう次はやばいやばい、めちゃめちゃ消費早い今回。いやーマジでやばい、終わる、一瞬で終わる。うわー終わった、秒速で終わったわ。増えたけど2度あることは3度ある。いや引けない、そりゃ引けないんだけどさ。今度こそボタンも出ません、完全に終わりです、デフォルトっすね。あーもったいねー、2勝まで行って劇場ジャッジ3スルーしてしまった。一応今回はさっきのが1200ハマりオーバーなんで300以内に当たるはずですね。ああ、90連勝と危ねえ。200勝ゲーム、まあ、前回が1200超えだったんでそれで短縮されましたね、300以内。まずは霊薬じゃなくていいから公約を、はい、惜しい。ここで引けば、ここで引けばたり、あー2冊。白金はなんだっけな、何回以内に天国とかだったと思うけど、通常真のチャンスでした。先は長そうだな、やっぱさっきのを絶対に刺さないといけなかったわ。モード C のチャンスということが終了画面で出てきてるんで、まあ朝一と同じ気持ちで打ちましょう。ああ、幕が引いた、追加から行くやつなんですけど、まあ、一応その85の5ゲームと違って10ゲームあるんで、ここで霊薬引ければ当たる。引いたけど
いや今のさ、ピエロみたいなやつがさ、入るときに絶対入るやつだったからちょっと自信がなくて、多分レア役な俺だったっすね今のピエロ。いやチャンス目だし引いたけど310ゲームで入って311ゲームで当たりました、モチベダルびっくりした。何なのこれ、今日も京都で幕開チャンスに強い男だな。あれ待って、しかもあこれ幕開のレイヤークラフだから、劇場のやつ取れてるわ。さあここでサクッと、レイヤークが引けない、レイヤークダメか、あリプレイ、おウェイレス、よし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 、来た来た来た、さ、さ来たぞさ、よし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 、450枚持ってる、これは生かさないといかん、あと2回取ればいい。レイヤーくん、いや待って4段階までいったよ今、しかも下話を落としたんだけど、え、これ3桁乗せとかあるんだね、3桁乗せと劇場ジャッジぐらい、そんくらいの強さに見えるけど、しかもスイカじゃ3桁乗せだ、はい、これ3桁確定です、200 うますぎるうますぎる、契約さえ引ければな、契約さえ引ければいける台なんだけどな、いやーこれは熱い、またスイカだ、おおひゃ3桁、いやマジでうますぎんだろ300、200、300、どうなってんの、うますぎんだろスイカ強、しかも広角いってる、ここでレアここでレアこい、ここでレアこい、どんだけ持ってても劇場ジャッジ取れなかったら意味ないからさ、なんとか頑張ってレア役を引かないといけない、ここでなんで引けないの、あーこれ強いね、これ強いのよ、もうたっぷりゲーだ、リベンジマッチ、復活、よし、さあ2勝目取っときましょう、レアク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 、いた、チャンス目ってもう勝ってない、これ超過中は、100% です。勝ちました、強レアクで勝ちました、よいしょ、いや順調順調そのものでこれでまた3桁乗っちゃうわけよ、これ300とか取れちゃう、また100、全然いいです、全然いいです、まだ700枚持ってますよ、リーチさっきよりもうだいぶだいぶやりやすいリーチだね、これは700枚なんだよ、まあ、本当にね、でも2000枚3000枚持ってても運命の一撃取れないって話も聞くんで、まあ、全然安心はできないですけど可能性は感じるよね、やっぱり、あーどんどん減っていくよ、まだ400枚もあるのに不安になってくる、あーもう半分なくなったわ、落ちた、からのからのからの、よしいいよ、あれタップダウン OK、 マサル頑張れ、なんでえもう一個違いか、劇場だ、あよかったあったこれで取ったのかな、さっき一回外してるもんね、よし頑張ろう、もう残りわずか、いやああ粘ってる粘ってる粘ってるよ、これはさすがにチャンス目以上
ケーズポッポッ、いいよ、パッタン、よしいいぞ、これ本店長であればここでも抽選してる。カピタンに負けすぎやろ、危ねえ。ああ頼む、もっとお願い、もっとお願いします、お願いします。チャンス目だかー、 25% いや、もうここあれだから 50% だ、消化中なんで、これ 50% っすね。 40% どっちから取れてるだろう、でもここで引け、よしよし、粘り切った粘り切った、やったー、ギリギリだったマジで。300、100ね、いやー、いや、取ったね、めちゃめちゃ疲れたわ、500ゲームやったんだよ、500ゲームで1500枚取ってやっと3つ目。ここ取れるとね、運命の一撃じゃない、いや運命連鎖でいける可能性が出てくるんで、ちょっと欲しいな。でもとりあえずね、一旦運命の一撃いったんで一安心ということで、はい、さあそれでは大事な大事な運命の一撃がやってまいりました。とりあえず一旦1680枚ですね。いやー、3枚ベル、3枚ベルも 40% くらいあるはず。運命の一撃の時ないか、消化中、ダメでした、なかったっす、何も引けない、お願いします、ここで引くだけ、お願い、マジでお願い。あ、待って、下まで消えてる目つぶってたら下まで消えてたやりました、よーし、久しぶりに通した、久しぶりに通した、やったー、ちゃんとリプレイ引いてるしねよーし、さあ極限無双でございます。いやー、まあ、とりあえず平均いきたいね、おい、いきなり100、え、待って、これ強い、強い極限無双だ、右しか出てこれ、そしてあー、なんか弱くなった急にいや、うまい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 、真ん中のこのバー狙いが一番いいのよ、2つ揃うから、全然足ない、全然足ないよ、とりあえず線、とりあえず線、よし、よっ、あ、200でけえ、いや、一気に1000いける、おお、たまんねえな、おいあー、終わった、いや、十分十分、平均、平均1050ぐらいだったから、じゃあ850ぐらいだったから平均超えましたね、よーし、よし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 、やったぜ、これがカラクリサーカスってやつよ、よーし、これで上位突入して、もう圧倒的な上乗せ率、そして圧倒的な上乗せ枚数に変わりますんで、もちろん純増も 7.6 枚ということで爆速になりますんで、だから終わるのも早いんですけど、霊薬さえ引ければ結構いきます。追加で 33% かな、弱点で 50%、 強霊薬だと 100% 上乗せで、全て3桁乗せになります。なんで、まあ、シンプルにそれが強い、やべえ枚数の上乗せもあったりするんで、よし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 、これを待ってたよ。赤文字はどうですか、
33パーナイス。ワンチャン500あるからねこれ本当に大事よ。よし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 、これで裏乗せに50パーになります。復活、さあ勝てば100は500。いや違うんだよ。いやダメだよ。さあまもなく2回目の運命の一撃。3100枚、蹴りがいい。よろしくお願いします。すごいね。早く早く。お願い。帰ってきて。下っ腹消えた。よし。いや最高だ。それは最高だ。先に分かっちゃうやつね。リプレイ。ただいまさあ頼むぜ、どんどん行こうぜ。またこれ1000欲しいね。安っ。おい押したよ。おお、うまい。おお、でかい。200とか出ちゃうもんね、普通に。普通に200とか出ちゃうもんね。恐ろしいわ。うわっ、ほぼアベレージ。まあまあまあ800もでかい、800もでかいからね。前やった時なんて500500だったからね通して。レイアクの存在を忘れちゃってんなこの台。やっとレイアクチャンスね。さあ300コイン。よし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 、これこれこれができなきゃいけないのよ。無理けんだ。ダメ。おお、なこれ劇場ジャッジ勝ってたってこと。100は500か、俺の4000枚突破。順調順調。あれギリギリ足りてんのこれ150あ、裏の線か。よかったよかった。44なんか気持ちいい数字ばっかりだねよし、レイアクレイアクレイアク。いやーデフォルトがすぎる。お願いします。消えない、頼む。ブーってなれ。うわー、やってしまった。リプレイリプレイリプレイ。終わってしまいました。4444。あー
惜しい。まあやっぱそこまでなんですよ、鈍い位置だもんね所詮。だからちゃんと AT 中に完走して完走してみたいな感じで出玉積み重ねとかないと。まあ、とりあえず天国は見ましょうか、その後どうするか考えます。天国なし、ちょっとこの台はさすがにやめかもしれないですね。ちょっと次の台探しましょう。2台目です。バルブレイブにやってまいりました。あの正直この台はもうラッシュも16回引いてて1回もドライブが飛んでないで、まあでもスーパーを抜いたら10回なんで10の0っていう感じだと思うんですよね、おそらくドライブが。なんでまあちょっと厳しめな状況ではあるんですけど、時間とメダルがあるのでちょっと打ちたいと思います。前回780ハマリで決戦取って通せずに終わったって感じなんで、ボードは上がってると思うんだよな。10の0だったらワンチャンあるだろう。とりあえずいっぱい 2AT 入れてスーパー一発入れたいですね。それで楽しみたい。設定なくてもね、連チャンさえしてくれれば出る台なんで、まあ、そういう意味ではちゃんと AT にさえ入れれば。お、よしよし。ああダメ。ガックス。やっぱりこんな台打たなきゃよかった。これボラ点まで行っちゃうのかしら。1回のボーナスを取ろうとしたらこんなことに。さてそろそろアキラマリア出てきてもいいんじゃないですか。1,2,3,4 5回目か、シュゼット。お、出てきたよ、ヤクアキラ。よし、なんとかしよう。リプレイ、お願い。ない。よし。よし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 。1211ゲーム、持ちメダル、革命が。一瞬置いてあかんそれは。いやなんとか自力で通すしかねえ。共闘持ってこい、共闘持ってこい。めっちゃか、最近マジで決戦通せないからそろそろいけるはず。よし、よし、頑張った頑張った。よし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 。リーチ、75%。おい。これで気持ちよく敗れますね。これで決戦で終わってたら、決戦でしかも800、1200だから多分モードめっちゃいいからやめれないのよ。って思ってたからすげえ助かる。マジでいろんな意味ですげえ助かる。よしよしよし、楽しい、伸ばしちゃおう。1枚でも多く取り戻したい。とりあえずスーパーぶち込んで、あードライブ飛ばなかったね、やっぱり違ったかがいいよね。いやもちろんドライブ飛んでくれるに越したことないんだけど、よし頑張ろう。よし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 、まあ、さすがにね、いいぞいいぞいいぞ。よし、いいペース、いいペースだぜ。
そこ。ああ、継続ダメか。406枚、引き戻しでスーパーだね。プチュンでスーパー、よろしくお願いします。まあそうだよね、知ってました。まあいいでしょう、終わりですね。さあということで店内状況を見ていきたいと思います。ちょっと外側から回っていきたいな。私が打ってたからくりは残念ながら俺のが一番出てますかね。4600枚、後ろのバキがイカチですね。これ9000枚だ、すごい。肉朝日あいつさら行きそうでしたね。3800枚と隣が6700枚、銭形がなんか内側が良さそうですね。4000枚、これ4500枚か。おだからこっそり4800枚で出てるふうには分かるけど、ゴブリン出てますね。7000枚オーバーで、後ろこれが7500枚、8500枚。北斗はまあこれグラフもいいし6っぽいっすね。3800枚で、隣も揉んでからドーンって無双点数入ったんでしょうね。4800枚、この台やばいっすよ。一撃9500枚、もうすぐ満杯です。おお、いいっすね。3800枚で、隣が6400枚、続いてバルブレイブ。おい、やばい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 、バルブレイブ行くんですけど、この台今1万7000枚で今スーパー中なんですよ。うわ、マジでコンプリートするぞこれ。こっちめちゃめちゃ強いわ。角から7000枚でしょ、9300万、グラフもいかっちいね、マジで。隣ナンバーワンじゃないですかこの島の、15700枚。こちらが8000枚、こちら8000枚、これも8000枚ですね。さすがっす、多分マジでブーブーブー2台ぐらいコンプリートしますねこれ。はい、ということでエンディングいきましょう。お疲れ様でございました。ということで本日は福岡県にございます久留米市のスロセンさんのお店にやってまいりましたけれども、いやー今日は朝からもう気持ちいい感じですね。はい、もうなんか悪いところなかったんじゃないですか。たまたまね空いてたからくりサーカスさラスイチペッタ座ってで、なんか2万円ぐらいであれよあれよと出玉を作りで、運命の一撃もね久しぶりに2回連続で通してレイヤークしっかり乗せてで、100枚単位の上乗せっていうのができればもっと全然違ったかなと思うんですけど、でもからくりサーカスのスペックを生かしきれるっていうほどではなかったかなというふうには思いますが、まあでも投資も少なかったんで、はい、からくりにしてはね特にね。で、まあちょっと時間がだいぶ余ってしまったんで、その後ブブブのねこれは誰がどう見ても厳しいだろうなっていう台に座ったんですけど、まあちゃんと AT には入れることができたんで、最近の私の引きがちょっといい感じに出せたかなというふうに思います。ということで、本日なんですけれども投資がまずからくりサーカスの分からいきます。21000円、そして回収が4475枚ということで大移動いたしまして、まあ正直結構使いました。1500枚ぐらいですね使いまして、でまあ3000枚を切るぐらいの、枚数になってしまったんですが、一応そこから各決戦ボーナスと、AT 入れまして多少回収して、最終的には3247枚という結果でございました。いやちょっとねあのままバルウェーブでやられてでボナテンとか行っちゃってで決戦で通せなくてでもう一回ね今モードいいでしょとか言って粘ってやられるっていう未来がやっぱ見えてたはいたんで、まあ、その中では、最低限というかやるべきことができたかなというふうに思いますので、引き続き私の引きは継続という感じになるかなというふうに思います。からくりは本当に怖すぎるんで、もう一回とか言ってたら多分無理でしたね。一応公認の方何人か打ってらっしゃったんですけど、ちょっと厳しそうだったんでいい反応だったかなと思います。ということで最近本当に何を打っても勝てる状況がちょっと続いてるんで、何枚コンプリートといつかいけるようにちょっと引き続きトライしていこうかなというふうに思います。ということで、そんな感じで今回は、福岡県の久留米市、スロセンのお店にお邪魔させていただきましたけれども、引き続きいただきチャンネルのスケジュールこんな感じでございますので、ぜひ近くのお店ございましたら遊びに来ていただければ幸いでございます。ということで今回は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。 BB